はい、どうもタクタクです。隔離用の学び屋やっていきましょう。さて、どこに行けばいいのか。ちょっと主様という人がここに連れて、あー、はい、どうもタクタクです。いや、ごめんなさい、なかったことにちょっとした。主様という方がね、なんか連れてきたみたいですけど、やっぱ当たっちゃダメなんですね、あの黒い影はね。ダメージがしっかりと入ります。まあ、ここにセーブしつつ、ここ入れるかな。あ、入れた。ここの教室は、ちょっとあんまダッシュしない方がいいですね。特に変わったものは、なさそうですね。トイレ。うん。トイレも特にございません。で、これ1階のさ、まだこっち側探索してないんだよね、あれ。うわ、こんなんなってるよ。まあいいや。こっち行ってみよう。多分生、おお、これ見つめすぎたら死ぬみたいなことある。なんか見てる。怖っ。何？何何？なんだか嫌な予感がする。こいつだよ、こいつ多分。するからセーブしとけよっていうフラグかな、これは。先に進む、いや、進みましょう。ね、これ即死イベント？あ、なに？あ、落ちた。あ、落ちた。あ、なになになに？あ、ぐちゃ。あ。やばい。死にゲーだ。これは。かなり、死にゲーの、要素があるぞ。あ、ちょっと。ちょっと、慎重に行かないとダメだね。慎重に行かないと、ちょっとしたことで、ヒットポイントがガリガリ削られていくぞ、これは。慎重に、慎重に。お腹減った。関係ないよね、ごめんね。この上はいけんのかな？うわ、ボロボロ、いけませんね。まず一回じゃあ、一階に行きますか。一階に行く。うん。ああ！これ回復するのかな。めんどくさんちって。回復できるよね、多分ね。あ、ちょっ。これよろしくない。これちょっとよろしくない。これよろしくない。どっからだっけ。全然進まないじゃん。ちょっとセーブ、こまめにしよう。なんかね、いつもキーボードではなくてコントローラーでやってるから、言い訳していい？ちょ、感覚がね、ちょっと違うのよ、これ。オッケーオッケー。記録できて、オッケーオッケーオッケー。結構ね、かわすの難しいんですよ、これ。止まってても。ごめん、嘘。俺が、あれなだけです。いっちゃん左端まで行ってないよ、確かな。あ、こう。はい。ああ、瓦礫で埋まってていけないよ的なことね。ここって入ったことのある教室？まあ、片っ端から入るしかないか。じゃあ。この教室にね。でもなんかそれと、わらはんしのプリントが貼ってある。暗くてよく読めないな。そういうこともある。明かり的なものね。うん。暗くて読めないか。全部それなんじゃない？もしかして。なんか明かりになるもんないか？その辺に。なんかないかな。そもそも明かりになるもん、あ、誰か世話してる人がいるのかしら。暗くて読めない。明かりがないとな、まずな。3階も行けないでしょ、これ。あー！一回は来てみたけど、何もなかったっていうことだよね、これはね。何もなかった。となると、一階の教室の、これ自殺した、この教室だよね。ここってもしかしてあの人の、何かお供えできるものがあれば持ってきてあげよう。あ、そういうこと？もちろんスマートフォン
これなんかライトとか使えばいいじゃんって話ですよ。うん、お、ごめんなさい、少しもらえます？あれ成果を少し、あれか、いいよ。あ、なに、ありがとう、ありがとう、あ、ありがとう。あれか、フラグを立ててなかったのか。じゃあこれを、あの、首吊り現場ですね、首吊り現場のとこにお供えすればいいって感じかな。よいしょよいしょよいしょ、ここだっけ、この部屋でもって少しで慰めになればいいんだけど、うん。お、お、何？なんかあの大御師が使うような少年の竜、ありがとう。お礼と言ってはなんだけど、君を守ってくれますように。ほう、ありがとう。に人型のお札が置いてある。もらってくね。身代わり札、来た。身代わり札ゲット。でもって、ここかな、これいけんのかな、進む。身代わり札があるから。お、な、なに、そんな時身代わり札が光り出した。身代わり札はこの子にちぎれた。明かりがないといけないかなと思ったけど、そんなことない。ありがとう。悪いものから守ってくれたんだね。スマホのライトとか使わないのかな、可能。ここが最上階かな、どうかな。今のところ、ここから出るためのヒントも何も分かってないし、このまま私どうなっちゃうんだろう。確かに。ダメダメ、しっかりしなきゃ。まずはこの階を徹底的に調べよう。うん、記録しつつ。お、危ない。いや、影、影よ。トイレは何もないのかな、基本はね。うん、何があるかな今のところ。あ、何、こういうの調べといた方がいいの、なんで点点点。3回調べても何も、なんかあるんだな、多分。でもここでイベントは。今までこんな反応なかったもんね。きっと何かを、ここでやれという。何？開かない。鍵開かってる。ああ、開くね。なんだろう、あの間。うんうん。ここは？あれ？そんなことない。普通にメッセージ出てた。メッセージというか、あ、なんかあるよ。フルボケのノートが置いてある。暗くて読めないんでしょ、どうせ。色あせちゃって読めないや。今度は色あせてる。あれ？ロッカー、ロッカー。空っぽ、空っぽ。こっちから行く必要性ってないよね、でもね。これね。うん。あー、なんもねえな。消火器も関係ない。なんか、見落としある？見落としあんのかな。危なっ。こういうとこも調べていくべき。こんなメッセージあったっけ今まで。てん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 みたいな。なかったような気もするんだよ。ここは入れない。あれ、入れないとこどこだっけ。あ、ここか。なんか、ないよね。あるとすれば。あるとすれば、この教室。何も？何もない。ダメだね。ダメだね。ダメだね。あー、トイレか、いよいよ。
特に何も変化はない。アンモニア臭、なんだか吸い込まれそう。どこのトイレもいるんだね。手を伸ばしてくるやつだね。おかしいな。もう調べるとこ全部調べたよね。あれ？こんなあった？なんか落ちてる。鍵。ここの鍵でしょ。物置か。高木畑キャンパスに血がべっとりと、擦りつけられている。古い集合写真のようだ。お、ランドセルの方が並んであって、何今の音。あ、ヘルプって書いてある。出られない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 。誰だよこんなところに。ダンボールの中にはガラクタしか入っていない。落書きしたのは集合写真から出られないってこと。でもあんまり何もないですねここは。あ、ここはなんか顔出してくる人いなかった。それちょっと違う話か。見なかったことにしよう。火囲まれてるよ。出られない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 。誰もここから出られない。逃げたい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 。誰もここから逃げ出せない。ずっと僕、私、俺、ともたちとこの学び屋で共に。いやいや、助けに来てくれ。泣いとる。あ、出た。あん時のやつだ。いいやつなんだよねあいつ。助けて泣き、こいつは泣きに届けに行く。全然来ないぞと。遅い。今日はマカロンとやらを持ってくると言ったではないか。調べられないのかな。こっから出られないのかな。ラッキーはカノンの気配がつかまらん。一体どうなって。お、カラスが。ヤタガラスだね。足さもある。いやあ、ごぼうほう同士だっけ。なんだお前から。飲み会ならこの前開いたばかりだろ。今俺はそれどころではあのカイナの娘のことだろ。教えに来てくれた。何を知っている。あの娘ひどく厄介なやつに気に入られてしまったようだよ。その話詳しく教えてもらおうか。カクカクしかじかだってあの子は玉より姫として見初められてしまったのさ。玉より姫、神霊の、よりしろとなる巫女のことだな。なんであいつがそんな、お前が悪いんだよごぼうほう同士。なんだと。お前4年前のあの時娘から手を引くべきだったのさ。新参者とはいえ鎮守相手に言葉を交わし供物を備え頻繁に相まみえていたせいでカイナの修行を通して芽生えていた霊力が増幅しカンナギとして完成されちまったのさ。なるほど。ミコ、お、この子に亡きもこんなところに歪みができているとはな。普段は隠れているんだが奴はあまりこちら側へ干渉するタイプではなかったし、知ってるのか。僕はここで長いからな。奴はこのが、今朝この学び屋が立つ、山の神だった。なるほど。この学び屋を開く際に祠を建てて建てまつったまではいいが、建て直して人間が祠を潰しちまったのさ。バカなことをしたもんだ。加えてこの学び屋という環境は人間の、悪感情の吹き溜まり、汚れを受けてたたり神へと転じつつある。早く連れ戻してやらねば。案内感謝するヤタガラス。僕は岬神、道案内が仕事みたいなもんだ。それに
この前飲み会で差し入れてもらったつまみうまかったからな。何差し入れたんだ。うまくやれよごぼう通し。お前の門にしちまえば大抵の輩は手出せなくなるよ。ちょ、何を言うかぞ。そういうこと。わっは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 。でもちょっとそうなるといいですよね。カノと、あ、セーブできる。カノと泣き、どうなんでしょう。そういうことはできるのか。はい、といったところで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、ちょっとどうなんですかね、この二人は。早く助けに行ってあげて、泣き。ということで次回はカノ救出編ですかね。はい、それではまた次回もお会いしましょう。したっけ。